奈良は今日は左サイドからクロスを上げていきました。クリア、こぼれたところシュートいきました、入ったー。先制ゴールは湘南です。先制ゴールは湘南。背番号17番花戸仁の右足、見事に振り抜きました。いや素晴らしいボレーシュートでしたね。ダイレクトでいきましたよ。いや落ちてくるボールをこううまくインパクト取って、素晴らしかったですね。さあ自分たちのまずは流れの中で湘南が先制しました。ご覧いただきましょう。そこを完全にフリーになりました。奈良はです、クロスを上げてクリアしました。ここ少し下がりながらのボレーシュートだったんですけど